カノリ。お父さん。本当に生きていた。そんなバカな。私が産んだんです。マイさんがサラブを止めようとして逆に殺されたんだ。自分と同じ顔をした貞子に。高典君には一つ問題があるんです。放っておけば間もなく死ぬ。高典君の細胞は通常の10倍以上のスピードで成長を続けています。このままだと体内の気化はあっという間に老化してしまいます。私が手を貸せば高典君は生きられます。ただし条件がある。ディスクを私にください。ディスクを貞子に渡してしまえば世界は憎しみに支配され、人類はその時終わる。俺にお前たちの未来を奪う権利なんてないんだ。これでお前の息子は生きる術を失った。お前は息子を二度も殺した。二度も。騙したな俺を。お前は最初から高典を助ける気なんてなかったんだ。お前も高典と同じように老化が進んでる。高典と同じ血管を遺伝子に持ってる。お前には高典は救えない。分かってたんだろう。お前の息子はディスクを手に入れるための取引の道具だった。お前は息子のために全ての人間を裏切ろうとした。このままで済むと思うな。ありがとう、お父さん。俺は高典に何もしてやれなかった。俺は高典を二度も死なせてしまった。美和子に本当のことを言おうと思うんだ。1年前に高典が死んだ時、美和子はその事実を受け入れられることができずに心を患った。そして美和子は高典を貞子がよみがえらせた高典を見てしまった。美和子は高典が今も生きてると思ってる。また一緒に暮らせると思ってる。このままだと本当のことを知ったときに、美和子はこれまで以上に傷つくことになる。だから高典が死んだということを一年前に俺の不注意で死なせてしまったということを伝えようと思う。でも医者はまだ言わない方がいいって。分かってる分かってる。でもたとえどんなことになっても美和子を受け止める覚悟はできてる。俺にはもう美和子しかいない。
血液鑑定早くしてほしいんだけど。はい。あとこれもお願いね。はい。おい、どうしたの？深刻な顔して。別に何でもない。そうか、リスクはもうこの世にはないのか。貞子は遺伝子に欠陥があるまま蘇ったためにかなり肉体の老化が進んでいました。貞子はこのまま死んでいくんでしょうか。大変なことになった。え？貞子は人間そのものを憎み、その憎しみの力で生まれてきたんだ。その貞子がこのまま自らの命が果てるのを黙って待ってるはずがない。そんな。貞子は必ず安藤さんに復讐をする。そしてその災いは我々にも降りかかるかもしれない。今日は来ないの？美和子、座らないか？どうしたの？実は貴教のことなんだが。死んだんでしょ？なりかけていたもの、奥さんの心の傷がどれほどのものか考えなかったんですか。を伝えただけです。 なぜだ。あなたがやろうとしてたことを私が代わりにやっただけです。一体どういうつもりだ。あれはほんの始まりに過ぎない。これから
お前に本当の恐怖を味わわせてやる。お前を呪ってやる。お前はどうすることもできずに苦しみの中で死ぬんだ。お前たちこそどこ行ってた？図書館に。夏休みは終わりだし、先生の宿題はまだなんもやってないし。それでしっかりやってくれ。はーい。先生もしっかりな。ずっとあの子のことを考えていたんだ。結局僕は高典君を救ってあげることはできなかった。もう少し時間があれば遺伝子治療で高典君の命は
山村貞子にもてあそばれたんです。貞子は半藤先生に復讐するかもしれません。何か私たちにできることはないんでしょうか。山村貞子、23年前に死んだ女性が今確かに存在する。僕の医学者としての常識はこの信じがたい事実によって全部覆されてしまった。小田先生、君が言ってた通り、山村貞子は僕たちの手に負える相手じゃないと思う。しばらくこのまま様子を見ます。美和子、からいきなり手が出てきて首をつかまれて引きずり込まれそうになるの。先生、私怖い。きっとサーバー大丈夫だ、大丈夫だよ。クミちゃん、貞子がやったんだ。まさか。間違いない。俺も昨夜同じような夢を見た。でもどうして。俺のせいだ。ディスコを渡さなかったから貞子は俺を恨んでる。俺に復讐するつもりなんだ。貞子は俺を呪ってる。お前を呪ってやる。お前はどうすることもできずに苦しみの中で死ぬんだ。でもまさか西島を巻き込むことになるなんて。どうして俺だけじゃないんだ。どうして西島までこんな目に。貞子は必ず安藤さんに復讐をする。そしてその災いは我々にも降りかかるかもしれない。まさか。
その子は先生の周りのものを傷つけることで先生を苦しめようとしてるんじゃん。もしもし、陸田さんですか。貞子の復讐が始まったんですね。はい。あなたの言うように貞子はあなたの周りの人をもてあそび、あなたを苦しめようとしてる。あなたが貞子の呪いを解こうともがけばもがくほど貞子の犠牲者は増えていく。どうしたらいいんですか。貞子の呪いを解く方法はないんですか。リフターさん、私なりに最善を尽くします。何か分かったらすぐに連絡します。分かりました、お願いします。すぐ焼却しろ。夢を見たらどうしよう。心配するな、先生ずっとついてるから。先生は奥様のところに行ってあげてください。私が久美子ちゃんについてます。ダメだ、お前にも何があるかわからない。私なら大丈夫です。今度のことで少しは強くなったつもりです。だから先生は奥様のそばにいてあげてください。しっかり後輩守ってみせます。前原、
しめてやる。
先生、何があったんです？何か鋭利なものが脇腹に刺さったようなんです。幸い命に別状はありません。しかし不思議なんです、ここにはそのようなものはないんです。俺のせいだ、俺のせいでお前までこんな目に。貞子が、貞子がやったんだな。研究所、教え子を殺さなかった。貞子は人の命をもてあそんでるんだ。安藤さん、行ってはいけない。行けば恐ろしいことが待っている。あなた必ず殺されますよ。Oh!
うしてここに。だけだったんだ。お前は死ぬ。一番愛する者に殺されるんだ。全て終わったんですよね。そうね。よかった。
く描けたわね。いや別に。この一年ずっと私のことを見守ってくれてたのよね。当たり前だろ、夫婦なんだ。ありがとう。もう二人きりなのよね、貴教の分まで幸せにならなくちゃね。先日依頼された殺人事件の検視解剖の報告書で、これがその毛髪の鑑定書。はい、確かに。お預かりします。じゃあ、あとよろしくね。ありがとうございました。ご苦労様です。あ、リクターさん、今日は検視解剖の報告書をお届けに来ました。そうですか、ご苦労様でした。失礼します。リクターさん、あれから山村貞子何か。じゃあ終わったんだ。よかったですね、これでようやく終わったんですね。じゃあ失礼します。小田先生、あなた本当にそう思うんですか。恐ろしい力を持った人間がいる。